ベガルタチャンネルレディオ。皆さんこんにちは。ベガルタ仙台オフィシャル音声コンテンツベガルタチャンネルレディオ、ナビゲーターの及川明宏です。こちらはベガルタ仙台の YouTube アカウントからラジオ形式で選手たちの声をお届けしている特別企画コンテンツです。今回で第2回目となるこちらですが、引き続きベガルタ仙台のサポーターの皆さんはもちろん、少しでも興味のある方はぜひ聞いて楽しんでいただければと思います。それでは早速スタートしていきましょう。最後までよろしくお願いします。ベガルタチャンネルレディオ。さて、今回も2021シーズンを終えたばかりのベガルタ仙台の選手の皆さんにインタビューをしましたので、そちらを聞いていただきたいと思います。まずは背番号1番小畑優真選手にお話を伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小畑選手は2021シーズン厳しい結果となってしまいましたけれども、自分なりに成長したと思う部分や来シーズン以降期待してほしいと思っている部分あれば教えてください。まあ、やっぱり今年は昨シーズンと違って出場する機会が少なかったので、はい、そういう部分ではメンタリティのところでは、まあ、常に高く保つっていう部分では、そのメンタル的部分が鍛えられたのかなっていう部分で、まあ、来シーズンはまあ、出場できたら、まあ、自分の強みである足元だったり、はい、これからまだまだ成長していかないといけないシュートストップだったりっていうところを見てほしいかなと思ってます。なるほど。でもメンタルの部分が鍛えられるっていうのはゴールキーパーにとってはすごく大事なことですよね。そうですね、すごいプラスなことなので、やっぱここですごい強くなれたのかなと思います。はい。小畑選手は今シーズン世代別の代表の方にも選ばれて活躍されたのも一つ大きな経験でしたよね。そうですね、やっぱ他の選手とすることで、まあ、違うところを共有できたりだとか、普段やらないことがを共有するだとか、難しい部分をうまくできたので、そういうところでは勉強になったかなと思います。はい。そのあたり来シーズンもぜひ活かしていただきたいと思います。はい。続いて背番号16番吉野恭平選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、吉野選手にもお伺いしたいのですが、ベガルタ仙台2021シーズン厳しい結果とはなってしまいましたが、吉野選手が自分なりに成長したと思う部分や来シーズン以降期待してほしいと思っている部分を教えてください。まあ、去年ベガルタに来て、本当に去年は、まあ、チームとしてもそうですけど、個人としても本当に悔しい内容だったり結果に終わってたので、今年は絶対に返してやるっていうつもりで強い意志のもとシーズンに入ったんですけど、まあ、結果としてチームとしては G2 降格という本当に悔しい結果になってしまったんですが、まあ、個人としては昨年からの挽回っていうところを少しは示せたかなと思うので、はい、まあ、本当にそこは良かったかなと思うんですけど、それ以上にやっぱチームとしての結果が悔しい結果になってしまったんで、来シーズン何が何でも J1 1年で上がるっていう強い意志のもとやりたいと思ってます。ただ吉野選手の気持ちのこもった熱いプレーというのはかなりサポーターの皆さんの心を強く揺さぶることが多かったんじゃないかなと思います。いや、まあ、声出してとかはあんまり得意じゃないんですけど、やっぱり球際の部分で相手に逃げず戦う姿勢だったりっていうので、チームメイトが、まあ、俺も頑張ろうって思えるようなプレーをしようっていうのを心がけてやってたところなので、まあ、サポーターの皆さんもそこを少し感じてくれてたのが、それは嬉しいです。多分感じてる方ほとんどだったと思いますね。はい、ありがとうございます。さて、そんな中でお二人がシーズン中のオフタイムによくしていた気分転換やリフレッシュ方法はありますか？まずは小畑選手から。まあ、やっぱ自然が大好きなので、はい、そういうところではやっぱ、まあ、もう運転もできるようになって、うん、まあ、やっぱドライブだったりだとかっていう、まあ、遠出まではいかないですけど、うん、まあ、少しリフレッシュしにドライブしに行ったりっていうのはありました。特にお気に入りのドライブポイントとかはあったんですか？まあ、やっぱ自然が好きっていうところで、秋湯の方では、まあ、滝が流れてたりだとか、そういう部分では、まあ、マイナスイオンを感じに行ってました。パワースポットですね。そうですね、はい、じゃあそこで得たパワーなんかもぜひね生かしていただけるといいかなと思います。はいはい。続いて吉野選手はいかがでしょうか？温泉に行ってサウナに入って、うん、水風呂とサウナを交代交代で入るっていうのをすごいハマってて、疲れも取れるし汗も出せるんで、はい、疲れてる時などはそういう調整方法をしてました。サウナにハマったのは結構前からですか？いや、
本当にここ最近サウナブームになってると思うんですけど、うんうん、その流れで乗ったって感じで、去年ぐらいから徐々に徐々にって感じで、はい、今年は結構行く頻度も増えました。なるほど。あのチームの仲間と一緒に行くこととかもあるんですか？そうですね、西村拓磨だったりと一緒に行くこともありましたし、まあ一人でフラッと行くことも結構ありました。聞いたところ、マセ選手が結構前からソロサウナーだという話をされていました。あいつはまあ変わってるんで、ソロサウナーとか、一人が多分いいんでしょうね。なるほど。でもそうやってこう、ちょっとした疲れが溜まってる時に整うというふうなことをすることで、次にリフレッシュしてまた臨めたということですね。そうですね、はい。はい、ありがとうございます。では最後になりますが、ベガルタ仙台を2021シーズンラストまでポジティブに支えてくれたサポーターの皆さんにお二人からメッセージをお願いします。まずは小畑選手。まあやっぱり結果として J2 に降格っていう形になってしまって、まあすごく選手としてもサポーターとしても悔しい結果にはなってしまったんですけど、まあやっぱり最後の最後までサポーターの方々が支えてくれたので、やっぱ最後まで、まあ、手を抜かずに戦えれましたし、まあ、やっぱ来シーズンに向けてっていうところですごく支えてもらったので、来シーズンも一緒に戦ってほしいなというふうに思います。ありがとうございます。では最後、吉野選手お願いします。本当にどんな時も最後まで熱く僕たちを支えてくれて、応援してくれて、鼓舞してくれてこと本当に感謝しています。まあ、結果として悔しい結果に終わったんですが、来年は皆さんと一緒に J1 昇格できるように、何が何でも勝利を目指して自分自身すべてを出して頑張ろうと思ってるんで、来年も引き続き応援よろしくお願いします。かなり期待してますので頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。来シーズンもオールベガルタで共に戦っていきましょう。お二人どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ベガルタチャンネルレディオ、ということでシーズン終了後の選手たちの声、2回にわたってお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。好評であればまたいつかお送りすることもあるかもしれませんので、その時はぜひよろしくお願いします。ベガルタ仙台オフィシャル音声コンテンツ、ベガルタチャンネルレディオ、ここまでのお相手ナビゲーターの及川明宏でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。